路地裏で津波だ。やってきたのは和製ビヨンセこと渡辺直美。雑誌撮影と称して住宅街のハウススタジオに呼び出した。そしてあいつだ。ご存知イタリアの伊達男ジローラモ。ちょい悪親父は女性に目がない。するとおあつらえ向きに前から女性がロックオン。嬉しそう。それでは行ってみよう。すっかりご機嫌モードと、そこへに登場していただきました。不良グループCM 撮影が